お坊さんバラエティぶっちゃけ寺は2014年9月30日から2017年2月13日までテレビ朝日系列で放送されていたバラエティ番組全66回その後スペシャル番組が定期的に放送されている全番組言いにくいことをはっきり UTP でお坊さんの裏側を取り上げた回が好評であったことからお坊さんの生態について聞き出す番組として 独立した。テーマと5人の坊さんが話を一つずつ話し途中、出演中の坊さん一人が普段行かない、別の寺へ行く企画がある。同じ仏教でも、宗派の違いで念仏、お経を途中までしか唱えられない、当宗派、習慣の違い、ギャップを楽しむバラエティ。開始当初は、火曜0時15分0時45分に放送していた。2014年12月13日には、 初の1時間 SP、お坊さんにいろいろ聞いてみたい SP が、16時25分から17時25分で放送。同年12月31日の13時30分15時30分には、大晦日 SP、お坊さんによるお坊さんだらけのバラエティ。ぶっちゃけでら大晦日にお坊さんにいろいろ聞いてみた SP が放送。当日には同じく爆笑問題司会の、大晦日恒例特番。 全国面白ニュースグランプリも放送されたので、テレビ朝日では大晦日に2本連続、契約4時間の爆笑問題司会の番組が放送されたことになる。また2015年1月12日には、初のゴールデン3時間 SP、お坊さんに面と向かって、聞きにくい質問 SP が放送された。2015年4月6日より、ゴールデンタイムに昇格。 月曜十九時十九時五十四分に枠移動。これに伴い直後番組、しくじり先生俺みたいになるな。絵のクロスプログラムは爆笑問題とお坊さんが、この後はしくじり先生、と言ってから行う形式となった。なお、二0十五年四月より火曜十九時台からローカルセールス枠が月曜十九時台に移動したため、一部ネット局では自主編成による非ネットまたは 多実振り替えを行う場合がある。ゴールデンタイムに移行後は、20時代のしくじり先生や21時代のュー様との合体 SP などの拡大版が続いていた。単独1時間体制で放送されたのは2015年5月4日11日18日6月8日2016年2月8日22日の6回のみであり、当番組しくじり先生ュー様 の3番組が全て単独1時間体制で放送されたのは2015年5月11日と2016年2月22日放送分の2回だけであった。番組テーマも自社、お坊さんから拡大し、歴史上の人物を自社との関係性を絡めつつ紹介していくスタイルが主となっていた。2015年6月1日より直前番組、スーパー J チャンネルとの接続は、 ステブレレスに変更された。その後2017年1月30日より再び、クロスプログラムステブレ入りに戻された。2017年2月13日の、ぶっちゃけデラ &Q 様。豪華日本立て3時間 SP、第1部をもって番組は終了、約2年半にわたる、放送の歴史に幕を下ろした。ただし、最終回となった当日は、Q 様。 との合体スペシャルであったため、テレビ誌の番組表や、当日の新聞各テラ欄、EPG に最終回を表す、終わりマークは付けられていなかったほか、本番組の終了を表す内容は記載されて、いなかった。また、当日の番組エンディングでも、爆笑問題らの挨拶もなく、ナレーションのみで告知される形となった。エンディングで流れたナレーションは、以下の通り、 そして番組の最後に、大田光が座禅を組むシーンを持って、番組を締め、19時50分にはそのまま、第2部の、Q 様、に切り替わった。後日、大田は、突然終わったって言われてもな。突然終わるものだから、聞かないでくれよ。数字が伸びなかったんだよ。言わせるなよ、そんなことをさ。よくあるんだからと、本番組終了の理由について語った。 本番組終了から2ヶ月半後の5月1日より、あと番組として、中丸雄一と若林正康の司会による、ワールド情報バラエティ番組、世界ルーツ探検隊が開始された。代わって、爆笑問題の出演番組枠は、深夜枠に移動し、爆問学園がスタートした。番組が終了して1年半後の2018年8月13日に、3時間 SP という、 形で、2018夏ぶっちゃけでら特別、5会長 SP に死亡幕末がよくわかる、自社大公開の復活放送が行われた。その後ヶ月後の2019年1月7日には、ぶっちゃけでら言語が変わるから知っておきたい。東京京都の自社 SP を20時30分21時48分に放送。そして同年8月12日には、 令和改言後発の放送、ぶっちゃけでナ夏の3時間 SP、令和のこの夏で行きたい自社お宝特別公開 SP を19時21時48分に放送した。番組内で除夜の鐘を鳴らしていた、戦争時の地の鐘2019年12月31日には5年振りの大晦日特番、それも良い子の無人島ゼロ円生活に変わる、年越し番組として生放送 番組は東京台東区浅草の戦争時からの生放送パートとスタジオからの収録パートに分けた。そして年明け直後には爆笑問題をはじめ、東隆また9代目、林家正蔵、2代目、林家三平らが戦争時の地の金を除夜の金としてついた。2014年、2015年、2015年、2016年、2017年、 イコールゴールデン進出時から加入。ありがとうございます。